サンデードラゴンズ、岡林、秀則指定対談、独特秀則ワールドで本音に迫る。秀則、あと何かありますか？岡林、何かありますか？秀則、どうですか？チームの雰囲気は、岡林、そうっすねー。まあ正直、秀則、はい、4秒53かかりました。岡林、笑い。秀則、大体わかりました。あまり良くないですね、おそらく。岡林、いやまあでも、苦しい状況ではありますけど、落ち込んでいる暇はないのかなと、何かあればその課題を克服できるように、練習とかそういうのをするべきなのかなと。秀則、落ち込んでいる暇はない。落ち込んでいる暇はない T シャツでも作りましょうかね。岡林、笑い、返答しづらいですよそれは。空白の4秒。秀則ほんまに立浪を遠回しに批判しとるよな。良くないとすらすぐに出てこんあたりほんまに終わっとるわ。あ、こら相当悪いんやね。選手がネタにできずに無言なのがもうな。岡林は正直でよろしい。ただほんまなんかという悲しさもある。日ハムとヤクルトはどうやろ、と思ってベンチ見とったが中日ほど暗くない。その2チームは雰囲気重いとはあんま聞かんしな。長いことずっとコーチでおったし対談のことは察するわ。秀則はやっぱ首脳陣と意見合わんくて対談したんやろな。学生野球に携わるもんやと思ったら、結構表に出て仕事しとるあたり察してまうよな。まあ監督変わるときに再入閣やろね。遠回しにチクチクと独裁とるし。この秀則のコメントも本来ならカットやったんやろな。秀則、何かありますか？岡林、何かありますか？ここで爆笑してたらその後とんでもない質問来てはろたわ。嘘でもええから最高ですとか言うとか生逮捕されるで。まあこんだけ負けて和気あいあいしてたら怖いまである。雰囲気悪いのは立浪のせいでしかないわ。笑顔米水会は禁止で改めてなんやねん。これをカットせんかったサンドラの思いがひしひしと伝わってくるわ。